来ました。よっしゃ。はい、来ました。はい、ブルーブルーテスターの佐藤です。今日はですね、山陰の中海に来ておりまして、晩秋のシーバスを攻略していきたいと思います。よろしくお願いします。でそれと合わせてですね、僕が釣り中に、食べているものとか、飲んでいるものとかも一緒にご紹介できたらいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとまだローライトなんで、ピンク系を入れてちょっと見ていきたいと思います。あれ、カモメ来たな。ちょっとカモメがいい感じに舞ってきましたので、ちょっと状況を見ながらまたレンジちょっと上げたりしようかなと思います。おそらくベイトフィッシュが回ってきたらですね、カモメも多分そのポイントにですね集まり出すと思いますので、ちょっと様子見ながらちょっと対応していきます。ちょっと一旦ボトム見ます。ちょっと今ボイルしましたね。はい、来ました。よっしゃ。ちょっとですね、ファイトの時はですね、なるべくちょっとリストに力を入れていただくと、釣りをしながらちょっとリストのトレーニングもできますので、こういってリストやですね、前腕を意識していただけるといいかなと思います。でちょっとレバーワークでですね、しっかりフックのかかりどころとかですね見ながらですね、ちょっと対応していこうかなと思います。はい、1本なんとか出ました。ルアーはですね、トレイシー15のピンクキャンピンクピンクなんとかですね。ちょっとサイズ的にはですねそんなに大きくないんですけども、ちょっとまだファーストフィッシュということで非常にホッとしましたんで、はい、この調子でちょっとリラックスしていきたいと思います。はい、ではちょっとリリースします。ちょっとこのリリースするときですね、足にしっかり力入れてですね、足の方にもですね、しっかり負荷をかけながらやっていくとですね、リリースしながら足も鍛えることができるということで、ぜひボディメイク興味がある方はやっていただければいいかなと思います。はい、ではちょっとですね、今レンジがどうも浅そうでしたので、ナレージ50に変えてですね、ちょっとスローに引いていきたいと思います。ちょっと派手めのナレージ50のチャート系ちょっと入れてみたいと思います。はい、ちょっとですね、朝まずめちょっと鳥もちらほら見えたので、ちょっと上の方のレンジをですねナレージ50、浮き上がりがいいんでちょっとゆっくり巻きながら探っていきたいと思います。スピード的にはですね、ちょっとブル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 手元にですね、波動が来るぐらいのスピードで今巻いてますので、しっかり波動も出しながらちょっとシャローレンジをですね、ちょっと見ていきたいと思います。ちょっとナレージでですね今広く探ってますけども、広く探るという意味で、キャストする方向もですね、いろんな方向にキャストして、魚のいる場所を探っていくのがいいかなと思います。で、キャストをしたりですね、こうやって巻いてる時にですね、
まあ、同じ方向ばっかし見るのではなくていろんな方向に目を配って、まあ、ポイントの状態ですね、潮目ですとかボイルですとか、まあ、ヨレですとかっていうのを探していくとですね、魚を早く見つけることができると思います。はい、今ナレージ50でヒットしてくれましたけど、ただ巻きでですね、水面50センチぐらいですかね、50センチぐらいをゆっくり引いていくと、しっかりヒットしてくれました。ね、ナレージ50のチャートバックデカレンズホロですかね、ちょっと正誤クラスですけど1本キャッチです。でちょっともう一発ちょっとナレージで行ってみます。まあ、50というサイズなんですけども、ウエイトも 12g ありますので、まあ、軽く投げただけでしっかり飛距離も出すことができますので、こういったですね、シャローのレンジを、まあ、サーチしていくという意味ではですね、先発でも十分いけます。で、まあ、使い方としまして、今こうやってただ巻きしてますけども、まあ、フラッシングさせたい時など食わせの間をですね、しっかり取りたい時はですね、テンションを抜いてあげることでナレージスパイラルフォールしますので、こうやってテンションを抜いてあげるとひらひらひらっと、落ちていきますので、食わせの間になったりですとかね、フラッシングで魚を寄せたりすることもできますので、ただ巻きに合わせてですね、ぜひ使っていただきたい操作方法でもあります。でスパイラルフォールなんですけども、まあ、いろんなパターンがありまして、まあ、早い、まあ、コテッと一瞬倒すやり方、一瞬だけ竿先をちょっと倒してあげる、一瞬だけテンションを抜くですね、やり方や、こうやってロングストロークでですねゆっくり落とすというやり方の2種類、まあ大きく分けて2種類ですかね、ありますけども、まあ、その日の状況に合わせてですね、組み合わせていただけると超過につながると思いますので、まあ、ナレージの使い方としてですね、覚えていただけるといいかなと思います。こちらがストロークの短い一瞬だけコテッと倒すやり方で、長いストロークですとゆっくりテンションを抜いてあげる、長いストロークで糸吹けを出してあげるとですね、ひらひらひらっとゆっくりフォールしてくれますので、今もフォール中で食いました。よいしょ。はい、今ですね、ちょっと長いストロークで、食わしたんですけども、やっぱりテンションを抜くとですね、ルアーしっかり飲んでくれますので、まあ、なかなか外がかりで食いが悪い時とかっていうのは、テンションを抜いてスパイラルフォールしてあげると、こういった風にですね、ルアーをしっかり飲ますことができますので、ナレージの使い方としてぜひ覚えていただきたい、まあ、パターン、まあ、メソッドですね。はい、ではシーライド行きたいと思います。ご覧の通り逆付けですね。はい、まあ、逆付けにすることによって、順付けよりもまあ飛距離が出るということと、沖のシャローですね、しっかり浮き上がってくれますので、沖のシャローをですね、スローに引くことができます。で使い方としてはですね、僕の場合は基本はただ巻き、
ただ巻きに合わせてですね、ホールを入れる、まあ、ストップアンドゴーですかね、まあ、この繰り返しで十分魚は出てくれますので、誰にでも簡単に、そして沖の魚をですね、キャッチすることができますので、なかなか鉄板バイブで攻めきれないところをですね、シーライド入れてあげるといいと思います。まあ、逆付けなんですけども、軽く振っただけで飛ばすことができますので、まあちょっと飛距離に自信がないという方でもですね、しっかり沖の魚を攻めることができると思いますので、ぜひ使ってみていただきたいですね。で、今のようにですね、ロッドを立てて急に合わせるのではなくて、まあ、優しく合わせてあげることでしっかりかかりますので、はい、逆付けで平成語、ちょっとサイズは小さいですけど沖の魚をキャッチすることができました。どうも魚のレンジがですね、少し下がったので、長めのフォールでですね、ちょっとシーライドちょっともう一回やってみたいと思います。はい、でフォール入れます。いきました。やっぱりちょっとレンジが下がったんで、長めのフォール入れてあげるとですね、しっかり反応してくれますね。はい、シーライドのですね、20g、ちょっと長めのホールで、食ってきてくれました。で、しっかりホール刺して、はい、はい、同じくシーライドの 20g キャッチすることができました。で、ちょっと長めのホールで見せていきます。で、巻いて、で、しっかりフォールさせて、はい、シーライド、20g でちょっと連発中ですね。で、ちょっとですね、今シーライドで、まあ、まあまあ連発してますけども、やっぱり釣り途中にですね、どうしてもお腹が減ることがあってですね、どうしてもやっぱり体を鍛えている人はですね、タンパク質、補給したいと思います。で、僕はですね、まあ、釣り中にですね、やっぱりプロテインっていうのは、持ってきててですね、こういったちょっとお腹が空いたタイミングで、しっかりプロテインを補給して、で、また集中して釣りをするというような形でやってますので、ちょっと一旦ここでプロテイン休憩をしたいと思います。はい、では行きましょうか。はい、まずめの地合いを逃したくないので、僕はやっぱり早く飲めるプロテインパウダーですね、そちらの方をおすすめしてます。まあ、どうしてもですね、プロテインのプロテインバーですと、やっぱ噛んで飲むというのに時間がかかりますので、やっぱり飲み物系にした方がですね、こういった地合いを逃しにくくなるのではないかと思ってですね、行き着いたところが、プロテインパウダーを持ってくるというところですね。
ちょっとプロテインを飲んでるとですね、試合を完全にもしかして逃してしまったかもしれないんで、ちょっと今シーライドでちょっと当たらなくなったんで、ちょっとここでですね、もう少しレンジを落としてあげるためにちょっとフォルテンの方をちょっと入れてみたいと思います。まあ、20g でちょっと様子を見てみようかなと思いますので、こちらですね、フォルテンの20で、はい、でフォルテンもですね、まあ、後方ウェイトなんでしっかり飛びますけども、まあ、シーライドと比較するとですね、まあ、シーライドと比べるとあのストンと、まあ、落としたいレンジまで落ちますので、まあ、しっかりそのストンとそこまで落としてですね、今回はただ巻きとポールでシーライドと同じように使ってみたいと思います。まあ、こういったですね、シーライドちょっと反応がなくなった時にですね、ボトムレンジをフォルテンでストップアンドゴーでちょっとアプローチしていこうかなと思います。で落として巻いて、で少し上がったら落とします。でもう一回巻き上げて、でまたボトムに落とします。この繰り返しで、追い食いしましたね。まあ、パターンによってあのジグ動かしたり、まあいろいろあると思うんですけども、まあ今日みたいな、まあしっかりレンジさえ合えば食うっていう時はですね、こういったただ巻きでを有効的に使っていただけると、いいかなと思います。ちょっと小ぶりですけどフォルテンで追加です。今ちょっとシーライドでですね、なかなか反応が出なかったタイミングでフォルテンに変えたらですね、しっかりボトムレンジでヒットしてくれましたので、引き続きフォルテンでちょっと見てみたいと思います。はい、来ました。ちょっとサイズアップかな。今フォルテンでですね、沖の方、ボトムしっかり落としてですね、ストップアンドゴーするとですね、しっかりバイトしてくれましたんで、いい食い方してます。結構あれですね、あのベイト食って結構コンディションがいいですね。あのサイズはそんなに長くないんですけども、結構餌食って筋トレしてますね、この魚は。はい、お疲れ様でした。今回はですね、ルアーのローテーションでしっかり魚を引き出すことができました。皆さんのポイントでも状況に合わせたルアーのローテーションで、釣りを楽しんでいただければと思います。どうもありがとうございました。